今回で10代目となるカローラがフルモデルチェンジ。生誕40周年という節目に登場した日本のスタンダードカーを岡崎五郎が切る。新車ファイル車の壺、今日の主役はトヨタカローラ、10代目で40周年ですよ。そうですね、40周年、1966年にカローラ初代が出てるんだけれども、まあ僕と全く同じ年なんだよね。なるほど、うん、でそれだけにね、なんかその割と思い入れがあるっていうか車が初めてね家庭に入ってきて、でもマイカーブームっていうのが来て、日本のモータリゼーションがぐっとこう盛り上がってきて、それを全てこのカローラが、まあ、牽引してきたと言っても過言じゃないと思うんですよね。それだけにそのトヨタって本当にいろんな車あるけれども、カローラっていうのがトヨタの核、つまりいいものを安くっていうね、このトヨタの車作りって今世界中ですごくこう受け入れられてるんだけれども、それの原点がこのカローラにあると僕は思うんですよ ね、 なるほどね、カローラを基準に大きいからマーク2とかね、そうカローラを基準に小さいからナンバービッツとか、うんうん、でまたその今世界中でと言ってましたけど、世界のもう140カ国、地域、うん、以上で販売されていると、うん、でいろんな、ね、生産工場も世界中にあるし、うん、まあ、本当にワールドワイドな車なんだけれども、でもやっぱり日本のカローラなんだよね。なるほどね、うん、もう10代目でね、同じカローラという名前ついてますけど、よくね、うん、車の名前って何々なんとかってこうさ、はいはい、それでそのままその何とかの方のサブタイトルの名前になっちゃう車もある、うん、例えばトヨタだとコロナがコロナプレミアになって、次プレミアになったというね、うんうん、今回もそういう意味ではこれはカローラアクシオ、アクシオっていうのはなんかギリシャ語で品質っていう意味らしいんですけれども、うんうんうん、まあ、エンブレムなんかを見るとカローラっていうのがこのぐらいの大きさ、今ちっちゃかったな、うん、でアクションっていうのがすごく大きいっていうね。そうなるとひょっとして次のカローラってアクションっていう名前になっちゃうのかななんていうね、そんな節目、うん、はあ、まあでもね、そういった意味ではカローラの品質というのが確かにトヨタの基準を作るわけだから、うんうん、新しいタイトルとしてもいいのかもしれないけどね、うん、そうですね、CM でもさんまさんが新しい尺度って言っていて、スタンダードカーの尺度が変わったのかなってちょっと気になってたんですよね。男の40歳というとこういろいろ経験を経て個性のですね、味が出る不惑だけどね。そうですね、まあ、窓いっぱなしなんだけどさあ、このカローラはどうなんでしょうか。では車のツボスタートです。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。なくてはならない部品、キーパーツ、あなたの快適に、あなたの便利に、なくてはならないパーツがあります。自動車分野から情報通信、産業、生活分野まで、その大切なパーツ、それは日パツ。キーパーツで未来へ弾む日パツ。誰も真似できなかったスーパーアーティスト MC エッシャー。祖国オランダからやってくる貴重な作品でその奇跡を追う大回顧展、騙し絵の傑作や秘蔵のエッシャーノートなど多くの作品が日本初公開。スーパーエッシャー展、ある得意な版画家の奇跡、前売り券発売中。ではトヨタカローラの新車のツボを発表していただきます。まず岡崎さんからはモータージャーナリストとしてのツボの発表です。はい、こちらカローラの役割としてみました、うん、トヨタの中には本当にいろんな車があって、リッターカーから1000万円を超える車まであると。そんな中でこのカローラというのが一体
どういうポジションを持っているのか、そしてまあ、ビッツベースのベルタとか、それから1個上 の、 そのプレミオとかね、そういったようなセダンもトヨタにはある中で、このカローラがね、はい、じゃあその中途半端な位置にちょっと来ちゃってるような気もするんですけれども、どういうような価値観を持って自分の、ね、存在感を発揮していくのか、この、ね、新型カローラをテキストに検証していきたいと思います。続いて小森屋さんからはユーザー代表としてのツボの発表です。はい、僕は今回こちらです。変わるもの変わらないもの、カローラで10代目ですから、本当に歴史を持った日本のスタンダードカーであるならば、変わらないもの、そういったね、志コンセプトみたいなものは必要だと思うんですよ、はい、ただやっぱり時代に合わせてどんどんと新しく変わっていくものがないとね、スタンダード自体が世の中移り変わってるわけですから、この40年、うん、それがもしかしたら新しい尺度っていうところで測れるのかもしれないなと思ってね、しっかり聞いていきたいと思います。お二人のツボが決定したところで、本日のお客様をご紹介します。トヨタ自動車株式会社第二トヨタセンターチーフエンジニアの藤田博也さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではトヨタカローラの特徴を開発者の方に伺います。3つのセールスポイントです。藤田さん、お願いします。はい、新型カローラアクシオ、新型カローラフィールダーの開発のテーマは新しい尺度での車作りです。セールスポイントは次の3つです。1点目は躍動感あふれるスタイルとスマートパッケージです。大胆な立体構成と繊細な面の作り込みによりスタイリッシュなデザインを実現しました。室内は質感を高めるとともに、多彩な収納スペースやフィールダーのワンタッチ格納リアシートなど、使い勝手にもこだわったアイテムを採用しました。2点目は走りと環境性能を両立させた先進のパワートレインです。新開発の 1.8 リットルデュアル VVTi エンジンと新開発スーパー CVTi により爽快な走りと燃費環境性能を高次元で両立させました。3点目はクラスを超えた先進装備です。アクシオにバックモニターを標準装備するとともに、超音波センサーを備えた最新のインテリジェントパーキングアシストを設定しました。またアクシオの最上級グレードにはミリ波レーダーのプリクラッシュセーフティシステム、さらにレーダークルーズコントロール機能も設定しました。これらによりこれまでのコンパクトカーを超えた新しいスタンダードを提示する車に仕上がったものと思っております。はい、ありがとうございました。さあ、それではね、このトヨタカローラ10代目になりますが、はい、五郎さん試乗してます。今回のポイントは、今回試乗したのがこの新開発の 1.8 リッターエンジン搭載したモデルなんですね、うん、まあ、おそらくカローラって 1.5 リッターがね、うん、中心になっていくんじゃないかなと思うんですけれども、うん、今回は CVT をつけることで、うん、1.8 でも相当な燃費が期待できると聞いて乗ってみたんですね、うん、ですからそのまあカローラってスタンダードカーですから、はい、その走りの完成度みたいなものを含めてね、燃費あたりも注目だなと思います、うん、はい、もう高速と山道両方、試乗しております。 VTR ご覧ください。まあ、今回何が一番大きく変わったかというと、やはりその新開発の 1.8 リッターエンジンが加わったと。でプラス、全ての車種に CVT が組み合わされたということですね。で、まあ、CVT というのはご存知の方も多いかと思うんですけれども、一般的な4速 AT と比べるとギア比の低いところから高いところまでのレンジがすごい非常にこう高く取れるので、燃費の上で非常にこう効果があると。で実際今100キロで巡航しているんですけれども、エンジンの回転数が2000回転を若干切っている、1900回転ぐらいですかね。で、まあ、これぐらいその高速道路でのエンジン回転数を低く抑えることができるということは、当然燃費にも有利ですし、あと静粛性にも相当効いてきますね。で今その100キロで走っていて、本当にその静かなことにびっくりしちゃうんですね。でこれも一昔前の、まあ、マーク2とかそういったレベルまでその静粛性は来てるということで、やはりそのより快適に静かに
で乗り心地が良くと、まあ、刺激性とかそういうものよりも本当に快適性を追い求めてきたという、まあ、カローラの歴史そのものの、まあ、ある意味での集大成が今乗っているこの車にこう現れているんじゃないかなと思いますね。マシュマリーに関してはそうですね、非常にこうまっすぐ走るとかもう路面をこうピタッとこう掴むようにしているこう濃密な接地感とかそういうものは特に感じないですね。まあ、日本というのは平均速度かなり低いですし高速道路も合法的には100キロ以上では走れないと、まあ、そういう こう風土の中で、最適なものをこう追い求めていった結果が、まあ、このアクションの乗り味ということになるんじゃないでしょうかね。これ視界はかなりやはり吟味された感じだと思いますね。で、まあ、本当にどこを見ても死角が少なくて、止める時も走ってる時もなんか気になる部分っていうのがね一切ない。で、まあ、このカーテンアバッグが入ってるんですけれども、まあ、この A ピラーあたりのその形ですよね。形はもうちょっとなんか色気が欲しいななんていうふうには思いますけれども、ただそのワイパーのブレードなんかを見るとこれすごくしっかりとデザインされてるんですね。そこら辺のその気の使いようとか、細かい部分までこう本当に気合が入ってるというかね、そういうこうトヨタならではのというかカローラならではのその至れり尽くせりの感じというのは本当に大したものだと思います。今回非常にこう朗報だなと思うのが、ステアリングの、まあ、チルトは当然なんですけれどもテレスコピックといって前後に動く調整が、このステアリングに入ったと、プラスこのシートの上下調整が以前のこう座面だけじゃなくてシート全体が動くような形になっているということで、まあ、これいろんな体型の人にベストなドライビングポジションを提供するという意味で、本当に大きな進化だと思いますね。まあ、最高級グレードであると、まあ、200万円に限りなく近づいてくる。で、まあ、ナビなんかつけると、まあ、220、30といったようになってくるんですけれども、そうなると1個上のプレミオあたりも標準に入ってきますし、あとはまあ輸入車なんかも当然その視野に入ってくる価格になってくるんですね。ただ、まあ僕がこう乗ってて感じているのは、まあ、この値段でこれほど静かでこれほど乗り心地がマイルドな、まあ、ある意味非常にこう快適な車は他にないんじゃないかなというぐらい、この完成度っていうのは高まってきてますよね。価格に対する快適性みたいなものでは、まあ、世界一なんじゃないですかね。カローラアクシオをいつものワインディングロードで試乗します。トヨタの考えるスタンダードカーがワインディングロードでどんな走りをするのか見ていくことにしましょう。まあ、このカローラという車非常に快適性の高い静かな車であると、でスポーティーな身のこなしというものは、まあ、おそらくそのカローラ開発するにあたってではさほどそのプライオリティというのは高くないはずなんですね。で、まあ、実際こうして運転していてもすごく、まあ、山道をわざわざ走りに来るようなそういう楽しいハンドリングではないですね。非常にこう自然に素直にスムースに狙ったラインをきれいにトレースしていくという性能はとても高いんで、まあ、そういう意味ではそのわざわざ走りに来るんじゃなくてたまたま山道に来ちゃった時でも非常にこう安心して快適に走れると、そういう性能を重視していると思います。まあカローラの主力っていうのはあくまでまあ 1.5 リッターだと思うんですけれども、この 1.8 リッター随分その燃費効率ですね、高くなっているんで、まあ、ひょっとするとカローラクラスの車も 1.8 リッターが今までより多くなっていくのかもしれません。で、まあ、乗っていて感じるのはやはり 1.5 リッターと比べると
とってもこうトルクがあるということですね。まあ、2000回転前後で十分なトルクが出てるんで、それ以上に回転をむやみに上げなくてもしっかりと登っていってくれる。ですから室内も静かなまま保たれますし、燃費的にも有利なんでしょう。で、組み合わせるのが CVT ということで、この CVT ですね、非常に自然なフィーリングで乗ってられます。で、まあ、今までのトヨタのCVT っていうと、やはりその効率だけを追い求めて、人間が感じるフィーリングというのはちょっとこう無視しているような雰囲気があったんですけれども、このカローラの CVT は非常にこう人間の感性に寄り添った変速をしてくれます。従来のトルコン式の4速のオートマチックトランスミッションですね、それに乗ってるような、本当にフィーリング的には似てる。ですから、まあ、何の予備知識もなくこの車に乗ったら CVT であるということをひょっとすると気づかないんじゃないかと、そのぐらい、まあ、自然にできてますね。あと下り坂なんかに来ると自然にこうエンジンブレーキがかかるように CVT が変速をして、ちょっとこうエンジンの回転を高めてくれるんですね。それなんかもこういう道を走ってる時にはとてもこう運転のしやすさにつながってると思います。ブレーキは、まあ、この非常にこうたくさん人乗せた状態で下り坂を下っていってもしっかりと効いてくれますし、狙った通りに本当に素直に車速がしっかりと落ちてくれると、非常に扱いやすいブレーキだと思いますね。まあ、今度のカローラ、液晶モニターが標準でついている。それに加えてメーターパネル内に、まあ、燃費計であるとか、まあ、時計も兼ねた、液晶が、小さな液晶がついているんですけれども、切り替えるのにですね、手元で実はできないんですね。ここにあるメーターパネルのところのこのボタンを押さなきゃいけないと。これで切り替えるようになってるのは、まあ、大いに不満だなと。実際これこんなところにボタンがあると運転中は切り替えられないんで、まあ、普通は例えばこういうレバーの先端についてるとかハンドルについてるとかなんですけれども、まあ、こういうところで押さなきゃいけないというのは本当にこう使い勝手が悪いんで、これはぜひマイナーチェンジの時にも改善してほしいですね。まあ、トヨタお得意の数値を見ると非常にいいデータが出てますよね。燃費騒音ともに燃費が 15.5 キロリッターね、うんうん、これは 1.8 リッタークラスとしては、うん、ちょっと僕も今初めて数値を見てびっくりしたんだけれども、うん、1015が 17.5、 それに対して2キロしか落ちてないっていう、うんうん、まあ、そのカタログ上の燃費と実燃費の差の小ささっていうのもすごく高い、うんうん、ですからこのエンジン相当効率はいいようですね。うん、で、あとは 1.5 もあるんですよね。うん、1.5 リッターだと、まあ大体150万円を切ったあたりから買えるんですけれども、うんうん、1.5 リッターこれでも十分よく走ります。うん、で、ちょっと音的に、うんうん、加速時の音が、うるさいかなっていうぐらいで、うん、でも絶対的には静かだし、うん、ただこの 1.8 がね乗ってみると。うんうん、すごくゆとりがあって、いつもみたいにこう大人の男性4人乗せて山道走るじゃないですか、うん、でもねアクセルを3分の1とかせいぜい半分踏んでるだけでスースーッと加速していくっていうのはね、うん、すごくその乗っていてゆとりを感じてよかったなと思ってね。でまたほら、高速道路なんかではね、うん、吸い付くような足では決してないと、うんうん、そして静かであるけれども、うん、これヨーロッパの車だと逆に吸い付くような足回りでスピードを上げたり加速する時のこの音の心地よさ、うん、音自体うるさいんだろうけど、うん、そういうのがあると思うんですけど、これは性格的には、うん、もうそういう意味では歴代カローラの味付け、それはまあクラウンまで多分行くんだけれども、うんうん、本当に普通に走ってて静かで、うん、乗り心地がマイルドでというのは変わってない。でこれというのも今回カローラって実は2種類大きな系統があって、ヨーロッパ向け、まあ、欧米向けですよね、うんうん、それと日本向けで、これは日本向けのプラットフォーム、うん、でもう一個は3ナンバーワイドサイズになって、うん、欧州車と正面からぶつけるための車、はいはいはい、プラットフォーム、その2種類がある中でやはり日本向けっていうのは日本の風土、うん、交通状況、それからユーザーの好み、うん、そういうものを重視して、まあ、こういう味付けになったんだろうなと、うん、思いますね。低速を柔らかく走るための味付けというね、うん、だから逆に言うとちょっとその新しさというのは感じないし、車好きとかね若い人とかにアピールするものはこの外観も含めてちょっと弱いのかなという気がする一方で、今までずっとカローラ乗ってきたお客さんにはもう本当に
素直に受け入れてもらえるような車だと思いますね。なるほどね。とすると新しい尺度っていうのがどこにあるのか、この後ねじっくりと伺っていきましょう。皆さんご存知ですか？冬の道、8割の人が横滑りに不安を感じています。だから今度のガリットは縦はもちろん横滑りに強い。この六角形があらゆる方向にグリップ、全方向360度に効く。なるほど、効いてます。ガリット G4 新登場。トヨタイヤーズ。放送番組で傷つき悲しみ涙がポロリ、あなたにもこんな時が来るかもしれません。放送であなたの人権が侵害されてしまったら、放送と人権委員会にご相談ください。 03-5212-7333 BPO 放送倫理番組向上機構です。自動車保険節約のご相談、アクサにお任せください。例えばこの保険料、もちろん対人怪物は無制限、運転ミスによるちょっとした単独事故も保証される車両保険付き、自信を持っておすすめします。保険料は条件によって変わります。今すぐお電話ください。 0120-999-866 999-866 自動車保険はアクサダイレクト。バイク保険もアクサで通販。まあ、あちらがフィールダー、そしてこちらがアクシオということでね、2つのカローラを今日は同時にお持ちいただきましたけどもね、スタンダードカーですから、うんね、そうなんですよ、うん、で藤田さん、新しい尺度ということが今回のこの新しいカローラの、はい、まあ、開発のテーマになっていると思うんですけれども、はい、僕乗ってみて新しい尺度って作ったというよりも、むしろ先代のカローラを非常にこう煮詰めて煮詰めて完成度を増したというような印象を受けたんですけれども、うんうん、そこら辺いかがですか？両方ありますね。今までの尺度で、頑張った部分と、それから本当に新しい尺度を自ら作ってですね、うん、やった部分と両方あります、うん、で今までの尺度でもですね、例えばこの車は5ナンバーサイズなんですけれども、まあ、昔5ナンバーサイズ3ナンバーサイズというのは税金でそこが違いましたけれども、うん、今はまあ税金じゃなくてですね、もう一回なぜ今5ナンバーサイズなんだということなんですが、カローラのお客さんにアンケートを取るとですね、5ナンバーから3ナンバーになって税金は変わらないんだけれども車庫に入らなくなったんですね。すごくスーパーなんか行った時もですね、駐車場に止めにくくなるといったことで、もう新たな物差しというのができてるんですね、うん、ですから従来と違う意味でもう一回捉えて新しい尺度と、これも一つの考え方かなというふうに思ってます、うん、変わらないものをもう一度新たな尺度で、捉えてみると見直したということですね、はい。まあ、そういった意味ではカローラのお客さんなんか燃費も気にされるでしょうけども、まあ、先ほど五郎さんが試乗してマンタホンで 15.5、はい、まあ、1050は 17.5 とね、さっき言ってましたね、うん、17.2 が正しいんでしょうけども、このほとんど差がないマンタホンでの燃費ってどう捉えてます？ですね、今回エンジンを新しくしました。一からもう一回作り直してですね、非常に 低フリクションで軽量のエンジンができていますけれども、VVT 可変バルブタイミングですけれども、これも給排気両方つけまして全く新しいエンジンを起こしています。それとそれから CVT ですね、こちらもですね、カローラ用に新開発をした 1.5リットル、 1.8リットルに対応した CVT です。こういう動力源によってですね、私は数字をどちらかというと追い求めるよりも、やはり実用でキビキビとした走りと、それから実用燃費、これを両立させることを主眼に開発をしてきたものですから、うん、その結果だと思いますけど、ね、正直驚いたでしょ？そこまでいいとは思いませんでした、はい、走り方が良かったんじゃないでしょうか。なるほど、うん、でもね、実際この車に乗ってみて走り方って今おっしゃいましたけど、うん、そんなにやっぱりガンガン踏むような車じゃないんですよね。すごく優しく走った時に気持ちがいいっていうね、はい、その味付けというのはとてもいいと僕は思ったんですけれども、一方でこのデザインを見ていると、はい、やはり僕の世代にはちょっとこうまだというか受け入れられないような、うん、ちょっとその
なんていうのかな、こう言っちゃ失礼かもしれないですが、古典的な感じがするんですよね。次のその世代の新しい息吹を感じるとか、そういうことよりもどっちかというと既存のカローラのユーザーの方に嫌われないようにしたデザインという感じがしちゃうんですけれども、そこら辺の狙いっていうのはデザイン的にはどうだったんですか？あのセダンについてはですね、少しそういうところは意識をしました、ただですね、今あのこの車セダンは特にですけれども、50代60代の方でセダン、このカローラのお客さんの 80% 以上の、お客さんになります。ですからまずそういった方々のテイストをいろいろ調べるんですが、あの決してですね、その保守的ではなくてですね、もっとあの若々しさだとか伸びやかさだとか、そういったことをあの表目になっていらっしゃいます。ですからそういう伸びやかさ、若々しさっていうのはあの表現をしたつもりでございます。あの外観品質っていくと、塗装とかパネルの合わせ目とか、そういったあたりっていうのはすごくよくできてると思うんですよ。ただその全体を見て、若い人がね、もうちょっと乗れるようなその工夫であるとかデザインっていうのをしていただけると、カローラってあのまあ、50代60代の方多いっておっしゃいましたけれども、多分モデルチェンジのたびにその平均ユーザー年齢高くなっちゃってると思うんでね、若返りっていうのをもうちょっとこうやっていただかないと、次のカローラどうなっちゃうんだろうなっていう。そうですね、あの後でちょっと説明をしますけれども、フィールダーというステーションワゴンがございます、でこちらでですね、やはり若い人、最近若い人をそのセダンにあの乗っていただきたいっていうふうに我々願っててもですね、なかなか実際にはそうは参りません、ですからボディタイプを変えて、あの若々しいスタイルのワゴンでそういった方々は取っていこうかなというふうに考えています。ちょっとインテリアを次に見せていただきましょうか。このねインテリアがダッシュボード周り、僕ちょっとこれはびっくりしたんですけど、ものすごく質感が高いんですね、あの多分こういうあたりのその合わせ目ですよね、このピーッとこう通ってて、それがピッチリ合ってるっていうのはもうレクサスと変わらないんじゃないかっていうぐらいの作り込みだと思うんですよね、でこの辺っていうのはやっぱりトヨタの一番得意なところですよね。そうですね、こういったところはですね、やはり設計でまずしっかりとあのどういうところがばらついてもですね、隙間はきちっとできるという、あの設計に遡ってですね、やっぱりやらないといけないところで、あと僕 VTR の中で言ってたんですけど、まあ、これナビをつけたとしてもこう時計が出ない、ここに時計が出る、でもその時計を出したりいろんなものをするのに、運転しててわざわざこっちからこう押さなきゃいけないというのは非常にこう面倒だと思うんですけれども、例えばこういうステアリングのところにスイッチをつけるとか、そういったことはこうお考えにならなかったですか？そうですね、あの貴重なご意見をあの伺いましたので、あの今後の改良で生かしていきたいなというふうに思います。こっちからこう押しちゃったりするとこう、そうですね、危ないか、危ないと思うんですよね、まあ、走行中は基本的にはやっていただかない方がいいかなというふうに考えています、さあそれ後ろの、ね、シートのね、このセンターのトンネルが、これ前のってこんな平らでしたっけ？これはですね、あの従来はここにトンネルがありました、ですけども今回ですね、あの床下も見直しまして、フラットに、まあ、ほぼフラットということになりまして、非常にその、真ん中の席の方だけじゃなくてですね、左から右へ移るときに非常に便利ですね、あの歩道側からの乗り込んで、座席を移動されるときも非常に楽になったということです、本当に疑問なのは、ベーシックカーなのに、そのベーシックっていうのはベーシックな価値を提供する車だと思うんですけれども、なぜこうリアシートの真ん中のベルトが二点式で終わっちゃったのかなっていうのはすごく残念なんですけれども、そうですね、なぜ二点式のままなんですか？なかなかあの答えづらい質問ですけれども、あのこれもですね、ちょっと今後あのしっかり、ボディ構造も見直してですね、三点構造を検討していきたいと思います。やっぱりあのカローラがやると他の日本車にもそれが行くと思うんですよ、そうですね、でカローラがやってないんだからいいやと思うメーカーも多いと思うんでね、まずカローラがやると日本車うんと変わるんで、もう特にカローラにはこういうことは厳しくこう言いたいなと思っちゃうんですけれどね、それがカローラのなんか難しさかもしれないけどね、まあでもそれはね、あのできれば我々はもう全車でやっていただきたいことなんでね、今後も言い続けていこうと思いますけども、であとはねセダンですからトランク、僕ね、まあ、広さ的には十分大きいと思うんですけど、ね、これも見てちょっと残念な部分が 2,3 あったんですよ。何例えばこれちょっと重いものを乗せようとすると、結構ほらほら、ごめんなさい、これペコペコしてるんですよね。
ここら辺をもっとこうかっちり作るとか、まあ、あとこの内張りのこの切れ端なんかをね、もっとこう綺麗に作るとか、そうすることでもっとこう見栄え良くなるんですけど ね、ここら辺なんかどうですか。そうですね、こういったところはですね、本当に軽量化とそれから質感というところのですね、本当にせめぎ合いというんですかね、そういったところで我々もどこまでやれば質感が出るだろう、あるいはだけど重量はこの部品はここまでだって、結構そのせめぎ合いで作ってます、うん、軽量化っていうのは燃費につながるから、ね、今燃費っていうのは本当にもう門所みたいなね、水戸黄門の、そうです、何でもご正義になってるみたいですね、どの部品もグラム単位でですね、やっぱり軽量化っていうのはやっていかなきゃいけない。それにしてももうちょっとこうカチリしたものを、そうですね、はい、というのは、うん、こっちは結構よくできてるんですよ、ね、フィルダーの方は、ステーションワゴンということで相当ここら辺のね、作りというのはしっかりしてるんですよね。こちらはですね、よろしいですか、はい、こちらで実際にはですね、人がここに膝を乗せたりですね、中に物を積むときに膝を乗せたりする場合もあるものですから、ちょっとそういう意味では基準がセダンとは違うんですよ。まあ、でもね、せっかくですからね、トヨタさんがやるんだからもうちょっときめ細かくてもよかったななんて思ったりはしますけどね。なんかでも最初に、セダンを作る前にこのフィルダーを設計されたそうですね。そうですね、今9代目までのモデルは、セダンがやはりカローラの主力でした。ですけど直近 の販売状況を見てみますと、セダンとワゴンって今同じぐらいの数売れてるんですね。で、やっぱりデザインを始める前にスケッチをどっちから描こうかと考えた時にですね、開発もワゴンは難しいよと、こんな大きな開口がありますので、はいはいはい、やはり合成ねじり合成やなんかを隠すのが難しいんですね。で、やっぱり先ほど岡崎さんおっしゃったようにですね、若者にどっちが受けてるんだというと、やっぱりこのワゴンですので、今回はですね、ワゴンとセダン開発の順番を逆転させました。なるほどね、はい、そして先にこのワゴンを作っといて、しっかりした合成でセダンを作るのならば簡単であるという、ね、そうですね。なるほど。でまたこのギミックがね、これがコマーシャルでもやってたけど世界で初めてなんですね。ここを引っ張るとこうスト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 ーンってこうこっちまで全部いっちゃうのね。そうですね、これもモーターを使わずに、ええ、これはですね、特に座面を跳ね上げるというところがですね、今までこのワゴンはですね、実はカローラバンっていうのが昔ありまして、荷室のスペースっていうのをすごく大事にしてきた車です。ですから例えばこういうシートを倒した時に、フラットにならないとですね、大きな荷物、長い荷物が積めないんですね。ただ、座面を跳ね上げないでそのまま倒してしまうとシートだとか背もたれがですね、すごく薄い状態になりますので、乗り心地が犠牲になってしまうと、そういったことを両立させるために、こういう機構を開発しました。まあでもこれはね、便利だし、いや、いいと思いますよ、これなら使う気になるっていう、ね、そうだね、はい、いやまだまだ聞きたいことあるんですが、ここで一旦 CM に行きましょう。その本を開くと始まるハウジングストーリー。ここにあるのは理想の暮らしを叶えるさまざまな家。あなたのすぐ近くに家づくりの物語が広がっています。さあその1ページを開いてみませんか。夢を形にする総合住宅展示場 DVK ハウジング。ソフトバンクプロ野球マスターズリーグ、東京ドリームス対札幌アンビシャス、球界に三千と輝いたスター選手が勢ぞろい。11月11日横浜スタジアム、プロ野球 OB たちの熱気あふれるプレーをとくとご覧ください。チケットのお求めお問い合わせは 045-663-9999 TVK チケットカウンターまで。エルミタージュ、400年にわたるヨーロッパの名画がついに日本上陸。ルノワールが、モネが、ゴーギャンがあなたの心を魅了する。
エルミタージ美術館の膨大なコレクションから選び抜かれた油彩画80点。大エルミタージ美術館展は東京都美術館にてただいま開催中。クルツボナビのコーナーです。今回は Q&A です。高松市にお住まいの上内さんからおはがきでいただきました。ありがとうございます。最近新車が出るたびにホイールタイヤがサイズアップし扁平率が高くなっているようですが、メリットデメリットを教えてくださいということです。うん、そうですね、一言で言うと、はい、タイヤはサイズアップする方が、まあ、性能が高くなるんですね。はい、で扁平率が高くなる、要するに60から50、40っていう風になって横の部分がね平べったくなっていけばいくほど、まあ、それもコーナリングの性能が上がっていくということなんですね。はい、うん、であとはタイヤが大きい方が車ってかっこいいじゃない。そうね、うん、で今どんどんこう大きくなってるのもそのボディの横の面積に対するタイヤの面積の比率を高めることで、よりこうがっちりしたこう踏ん張り感のある形にしようという、まあ、デザイン的な意味もあると。で逆にデメリットはやっぱりタイヤが大きくなると値段が高いんですね、タイヤの。で扁平率もその60より50、50より40の方がもう本当に加速度的に値段上がっていくんで、そういう意味ではその交換するときにすごくお金を支払わなきゃいけない、そこがデメリットかなと思いますね。あとゴツゴツ感なんていうのも出ますかね。それはね、もう従来よりももうタイヤもどんどん良くなってますからね、あの極端に硬くなることはなくなってるんだけれども、まあ、そこら辺は例えば60と40だったら違うけれども、60と50だったらあんまり違わないぐらいのイメージまでこう接近してきたというふうに思ってていいんじゃないかなと思いますね。以上クルツボナビのコーナーでした。では番組からのプレゼントです。以上10種の中からご希望の雑誌を抽選で100人の方に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名をお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に関するご意見、ご希望お書き添いの上、ご覧の宛先までお送りください。インターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまたは携帯公式サイトへアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。車に関する質問や壺に選定してほしい項目がありましたらどうぞお送りください。皆さんからの E メール、そしておはがきをお待ちしています。カローラの役割、これ何なのかなってずっと考えていたんだけれども、先ほどお話にあった、まあ、今あの50歳から60歳の方々の車ということが多分今回のこのアクションに関してはね、役割なんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味ではその今回バックモニターが全車に標準でついた、でどんどん年を取っていくとこう振り向いたりとか、そういうことが辛くなってくるっていうのを うちの親父なんかも言っていて、そうなるとそういう こう親切な装備というのがね、すごくこうやっぱり必要だったんだなと。そういう意味ではそういうところにはその新しい尺度っていうものも感じるし、ただこれからはもっと若い世代へね、このカローラの良さっていうものを伝えていってほしいななんていうのも思いますよね。そして小森屋さんのツボは変わるもの変わらないものということだったんですけれども、例えばねタイトルがカローラアクシオ、後ろから見るとカローラがほんのちっちゃくてアクシオがこんなでかいわけですね。もしかしたらこのタイトルって変わるものなんですか、藤田さん。カローラというタイトルは変わりません。これは、これはあの永遠とは言いませんけれども、やはりカローラが全世界にですね、今140カ国以上で売れてますけれども、これ世界に広がっている限りですね、カローラという名前は続けていこうと思ってます。もちろん日本でも同じです。なるほどね。あとはねその、まあ、今度は変わるものとして見ればフィールダーにはね VSC というね挙動の安定装置が全車に標準装備、これは若い人を狙ったからそれをつけたんだって分かるんですね。でも本来で考えれば、まあ、世界のスタンダード化ともいえるこのアクションですから、こっちにも全車標準でついててもいいんじゃないか。で車種あのグレードによっては選べないグレードもあるじゃないですか。はい、あのフィールダーもですね今 1.8 リットルでオプションで設定をしております。あそうですか。ね、あの当然いずれですねあのカローラにも VSC 標準というふうにあの言える日が来ると思って今検討しておりますので、なるほど、楽しみにお待ちください。VSC はね、もう事故が単独で 40% ぐらい、正面衝突が20数パーセント落ちるというトヨタの社内のデータでそういうのが出てますね。だから本当に事故防止にはすごく大きなあの装備なんだけれども、僕はそれがもしこのカローラに
全車で標準で装備されていたとしたら、でリアのシートベルト3点式が全部についていたら、本当にこれは日本のスタンダードカーとして世界に胸を、ね、張って、うん、紹介できるようなベーシックカーだと思うんですよ。そうだね、これがこう、まあ、すごくお買い得なんですけれどもね、うん、お買い得なんだけれども、そういうところでちょっとこう足りない部分があるのが残念だったなと思ったんですけれども、今後の期待ですかね。検討しておりますので、それは、うん、近々ということで、うん、駐車するのもすごく楽みたい。ね、楽ですよね、うん、女性にも優しそうだし、年配の方にもいい、うん、家族で所有するのもいいかもしれないですね、うん、いろんな方の意見がこう、うん、40年間でギュッと詰まってるんでしょ。だって3000万台分のお客さんの声を反映しなきゃいけないでしょ、うん、そりゃあった作る方も相当なプレッシャーだったと思うんですけどね、はい、はい、ということで今週はこのぐらいで失礼いたします。自動車保険料払いすぎてない？え、そう？ね、直そう、見直そう、自動車保険を見直そう。旦那任せじゃいられないさ、見積もりだ見積もりだ。結構安くなります。0120-999-646円。見積もってみる？電話でネットで損保24。電池をもっと体験しよう。11月11日土曜日、電池の日、お台場日本科学未来館にて電池フェスタを開催します。手作り乾電池教室や虎の子レース、丸抜クイズやスタンプラリーなど楽しいイベントが盛りだくさん。参加費無料、親子でお友達同士でふるってご参加ください。詳しい情報はご覧のホームページへアクセス。好きになったのに、俺たちにはもう時間がない。でも最後にこれだけは言わせてくれ。ごめん、愛してる。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。